こんにちは、ヨガ講師の高です想像力は知識よりも大切であるこれはあのアインシュタインの言葉です僕たち人間には想像したものイメージしたものを現実化するというね偉大な力があるんです例えば飛行機飛行機は人間が空を飛ぶということを想像したからできたんですなぜ人間が宇宙に行くことができたのか人間が宇宙に行くことを想像したからですとは言っても私全然 思った通りにいいかない思ったことが全然実現しないんですという方もね多いんじゃないでしょうかそれはねもしかするとあなたの中に想像したものを現実化するのを妨げる原因があるのかもしれませんなのでね今回はそんなあなたのために想像したものを現実化するのを妨げる原因を取り除きそして想像力を鍛えて願望を実現するという瞑想方法をお伝えしますこちらの方紹介しますオンンメディテーション シュリエムささんんといいうインドののヨガの行者さんが書いた本ですこのシュリエムさんが書いたね別の本こちらの本ねこのヒマラヤの人と共にというのは現代版あるヨギの自叙伝と言われていますなんとあのダライ・ラマさんもこのファンのねファンなんだそうですよでこのオンメディテーションにはどんなこと書いてるかというとね 瞑想のことがねものすごくね分かりやすく書いてるのでもうおすすめです。で今回はこのオンメディテーションに書いてある内容の一部を僕の体験をもとに紹介したいと思います。この本にこう書いてありました思思考をを現現実実化すすするるためのの想想像像力の秘密は思い描く対象を現実だとと信じて想像することですヨガの教えによると心が現実を生み出すといいます。 なので強く想像したものはは絶対に現実化すするはずなんです僕はねこういうそのヨガの学びを深めていくことでいや本当に心が現実を生み出してるんだなと想像したものイメージしたものは間違いなく現実になっていくんだなとだんだんね思えるようになってきたんですそこで試してみましたよこの YouTube ですよ YouTube この YouTube チャンネル僕が コンンスタントにね、定期的に YouTube をこう上げるようになってちょうど1年ぐらいした時にようやくねチャンネル登録者数が1,000人になりましたでその時に強くねイメージしたんですよそれから1年後にチャンネル登録者数が1万人になるということを強くイメージしましたね僕がですよコンスタントに上げてようやく1年経って1,000人達成したにもかかわらずそれからわずか1年でその10倍のね1万人になるなんてことは 普通はなななかか、ね、ありえいと思うんですよところがね強くイメージした結果どうなったかというとチャンネル登録者数を、ね、1000人達成してから1年後になんと1万人どころかね4万人超えたんですよいやもちろんこれね皆さんのねおかげだと思いますし本当にね感謝してるんですけどだけど僕の心も現実化した力もねやっぱりあったんじゃないのかなとね思っていますよねで他には数年前にね僕は もうテレビに出たくてしょうがなかったんですよ。テレビに出て何度かうちのスタジオを宣伝しようと思ってたんですよ。でイメージしやすいように当時何をイメージしたかというとこのね札幌です札幌のテレビ番組でもうね憧れてるタレントさんやっぱね大泉洋さんですよ。そしてね札幌でサンドウィッチマンさんのテレビ番組だったんですよ。 で僕はねサンドイッチマンさんや大泉洋さんが僕のヨガスタジオに来ることをもう強くねイメージしたんですよそしたらね同じ年にですよ大泉洋さんとねサンドイッチマンさんそれぞれの番組にね出させてもらうことがあったんですよいやーこれはもうびっくりしましたねだからね心が現実を生み出すんですよイメージしたものはね現実になるんですよ想像したものを現実化させるためのコツはここですまだ 起きてもいないなまだ現実になっていない想像をもうね現実だととと信じるということですもう思い込むんですよもう叶ったと現実になったともうここだけなんですよポイントでもっと詳しく言うとね細かい部分まであたかもそこにすでに存在しているかのように想像するってことですだからこれ想像力って本当にすごくて例えばほら梅干し ね、梅干しをこう食べてるイメージをするとどうなるかというとここには梅干しないでしょないにもかかわらずなんか顔がこう酸っぱい感じになるし唾液が出てくるしほら体はね現実だと思って反応するんですよ。脳科学的にもね,ね脳みそはイメージとと現実がが区別がつかないと言われてますよねだから脳にとっては現実も現実もちろんですけどねイメージも現実なんですよ。だから脳に強く イメージをインプットすると現実だと思い込むのでね。梅干しがないにもかかわらず、脳があるように反応して体をコントロールするんですよ。それと同じように願望を強くイメージすると、脳みそは現実だと思い込むので、僕たちの体をね。コントロールして現実を引き寄せるんですよね。これすごい機能ですよね。これをね使わない手はないんですよ。だから僕がね。ある。そのヨガのワークショップに出た時にそれは？ 有名なアメリカでね有名なもう大先生のお話でしたよ。でもしねあなたがとても素敵な家に住みたいんだったらぜひこれを試してごらんってそれはね自分の近く近所で、ね、ものすごく自分がもう住みたい素敵な憧れてる家を見つけてで毎日そこ散歩するためにねそこ通ってで怪しまれないようにその家をねもうね見,見るのよもう 正面から横から斜めからうんで毎日毎日ですよ毎日散歩してるのそこに行ってそしてあたかもそこに住んでるかのように想像するもう住んでるような気持ちになるそうすると必ず実現するよって僕は文章の快適な家に住んでるので素敵な家を欲しいとは思ってないんですけどあるもの今まで全く興味がなかったあるものを この想像力を使ってね、手に入れようと思っています。まあ、これね、もし手に入れたとしても、現実になったとしても、ちょっと生々しいので、きっと YouTube では言わないとは思いますけどね。だけどね、絶対にそうなりますよ。もう細かい部分までイメージして、そしてあたかも現実になったかのように思うと、これは絶対にね、現実になります。ただね、僕たちの心には、こういうその想像力を現実化するのを妨げるものがあって、それを手放さないとね、 ななかなかねこの力が発揮でできないんですここすごい大事ですよ。あらゆる条件付けや偏見にとらわれた状態から心が解放される必要がありますよ。らあらゆる条件付けや偏見どういうことかというとね例えばですよ今月中にどうしても1億円欲しい。だから今月月末にね1億円手にすると強くイメージしたとします。だけど一方でいやー まさか俺なんかねたった1ヶ月で1億円なんか稼げるわけないよなって思っちゃうとそれが現実になりますその1億円なんか稼げるわけないよなというのが条件付けだったり偏見ということですだからねどんなにお金持ちになりたいって強く思ったとしても一方でお金に対するイメージが良くないものであればねやっぱりねお金持ちにはやっぱなれないんですよ。ね、例えば お金を稼ぐって何かあんまり良くないんじゃないかって世間的にあんまりいいものじゃないんじゃないかってねえお金持ちに対するイメージなんかうさんくさいなとかねそういうのがあらゆる条件付けだったり偏見ということでそれにとらわれた状態だと絶対に想像したものは現実にならないだからそういうものを解放そういうものから解放されなきゃダメなんですよ。なののでで、ね、今回の瞑瞑想想はこういういす条件付け偏見から心を解放し 願望を実現するための瞑想これ詳しいやり方この本にね書いてありますそしてこの本に書いてあることだけではなく僕がいろんなそのヨガの先生たちから聞いたことを交えてそしてこの本に書いてあるやつをちょっとアレンジしてね分かりやすくアレンジして誘導したいと思いますでこの瞑想法ねそうですよこれをねこの瞑想法を毎朝そして毎晩寝る前に行います信じられないかもしれませんがしばらくしないうちに あなたの想像は現実となることでしょうってあの本にね書いてますよでただねこれすごいでしょすごいんですけどただねこの後にちょっと注釈があってただもしあなたの中に疑いの気持ちがあったとしたら現実にならないのでそれはしない方がいいですよ無駄ですよだからもしねいやそんな瞑想なんかやったってね想像したことが現実になるわけないよねって思う 気持ちがあるんだったら、やっぱり現実にならないんですよ。だからそういうね。疑いもやっぱ手放さないといけない。ただ。まあこの瞑想をするとね。そういう疑いの気持ちからも解放されるのでね。ま1、あ、度はね。試してみるといいんじゃないかと思います。では、早速ね。誘導していきます。それでは楽な姿勢で座るか仰向けになってください。静かに目を閉じます。ゆっくりと呼吸します。 鼻から息を吸って、吐いて、鼻から吸って、吐きます。自分のペースで心地のいい呼吸を繰り返します。さあ、イメージします。 あなたは今緑あふれる大自然の中にいます原っぱ芝生森の中ヤシの木が見える南国でもいいです緑の大自然を感じています 息をするときに、その大自然のエネルギーがあなたの中に入ってきます。もし、色を使った方がイメージしやすければ、そのエネルギーに色をつけても構いません。おすすめは、緑です。木の葉っぱの色、芝生の緑色、その緑を感じながら、その緑色のエネルギーが息を吸うときに、 あなたの体の中に入ってきます息を吸うときに肺を満たします息を吸うときに全身を満たしますあなたの全身の細胞を元気にしてくれますあなたはだんだんその大自然の一部となっていきます美しい緑豊かな大自然が心の中に広がっていきます 息を吐く時あなたの中のネガティブな感情や記憶が鼻から出ていき風の中に消えていきます呼吸をするごとにあなたは内側から浄化されていきますそして緑豊かな大自然の美しいエネルギーと一体と なっていきますしばらくその心地よさを味わいますさああなたの胸の真ん中に満月の光を感じます。 満月の美しい輝きです胸の真ん中にその満月の光を感じながらあなた自身にこう語りかけてください。今過去の自分から私は解き放たれました。私は果てしなく広がっていく 自由な存在です小さな場所にとどまる必要はもうありません自然の中で飛び回る鳥のように私は飛び立ちます私の意識が高みに達するように力を与えてください私の心が開かれていきますように閉じ込められていた暗闇から解放され自由になりますように さあそれではあなたの実現したいことを想像しましょう眉間を見つめます眉間のところに映画のスクリーンをイメージしますその映画のスクリーンにあなたの実現したいことを映し出しましょうあたかもすでにそれが現実になっているかのように細かい部分まで具体的に思い描いてください あなたの願望が現実になった時の喜びを感じます。本当に現実になったかのように全身で喜びを感じます。全身でワクワクします。しばらくそのワクワクした喜びを感じ続けます。